エイチウェイです。6時半です。6時40分。はい、もう暗いな。毎日この遅い。毎日です。まあ芝居さんがどんだけブラックかっていうのをちょっと今日ね、ついに見せようと思いますわ。また俺がアンチコメント叩かれるけど、今日何時なの？今日9時ぐらいですよ。9時？あ、かれおめえが俺がやって俺が仕事取っとんじゃないでね。そうっす。まあ芝居さん自分たちでやっとんだろ。そうっす。で自分たちがもうここまでやれるって決めて、まあ、もちろん残業代はつくもんな。はい、ね、ついてます。残業代はつくよね。つくだよ。何でも暇の時は暇だろう。暇な時は暇です。これ足場ってさ、ちょっと皆さん特殊なんですけど、あのやりきりなんですよ。もう今日これ終わったら、まあマンションとかどうか知らんけど、今日やりきりだったの。なんでこんな遅いの？いや、やりきりじゃないです。なんでそんなこんな時間まで考えちゃう？ここまでやるって決まっとんの？決めとんじゃないですか、逆に。ああ、もう今日ここまでやるぞ。はい、で今これ何やっとるかっていうと、明日の住み込みだろ。はい。これ結局これなんなの？これはもう完成品だな。これあとシートを積んでロープするだけです。これは積み込みだよな。はい、明日組み立ての物件の材料を積み込む。そうです。で結局はまあ足場ってちょっと特殊なんですけど、朝からバラしに行く場合があるんだろ。あります。バラして積んでそれで組み立てるっていう場合もあるな。あります。そしたらまた空になるわけじゃん。でまあちょこっと微調整してやるよね。で逆にこれで組んで誰がなくなったところにバラしに行くっていう、組バラっていうのもあるな。そうです。バラ組っていうのもあるし、大きい物件などもずっとバラしとかずっと組み立てなんだけど、はい、でまああれは何詰め込んで、明日は組み立て。ちなみに明日のスケジュールはどうなったの？組み立てとちょっとシート貼りに行くだけですね。あ、組んでシート貼りに行くだけ。3人で。はい。でこれは何、どこなの？これ組み立て行って、うん、で外部の現状行って。外部の現状？はい。組み立て行って、外部っていうのはまあ塗り替え道場の仕事以外の仕事かな。建設会社さんからもらう仕事のやって、はい、で、現状行って終わり。現状行って、まあ応援か。うんうん。あ、ほんで今こうやってね、トラックも今ちょうど帰ってても66。まあこれ、まあ正直ブラックはね、あんまり使いたくないですけど、こういう素材をね。まあだけど足場屋さんやる以上、これは通っては通れ道かなと思うんですけど、通っては通れ道、通っては避けれ道みたいなやつある。で実際何、お前何こう大変だろう。朝早いし夜遅いじゃん。朝は残業、まあ週休な、6週休みたいな感じだな。うんって感じだしな。で雨でも休みじゃないしな。はい。でそれなんかで、何でお前その足場やろうとか。最初本当に嫌だったですね。やっぱうち最初だった。うちの会社が最初。足場はそうです。あの、よそでやったことないか。よそではない。建設会社やったの。塗装を塗装やったの？まあ、行ったり行かなかった。何ヶ月ぐらい？3ヶ月ぐらいやっとじゃないか、お前で、ね、足場やって、会社来て、もう何年でもそれでずっと続けれる。やっぱ好きだからじゃないですか。俺が、はい、俺のことが、うん、それもあるっすね。それもあるし、やっぱ仕事も好きっていう。は？俺と仕事どっちが好き？社長っす。いいやつだな。そういうことですよ、視聴者の皆さん。俺が強制労働させとるんですわ。うそうそ。あ、おじめー。こうやってね、みんなまあ楽しそうにやってくれてるでいいですけど、まあ俺が悪いんじゃないよ。俺がまあ悪いっちゃ悪いけどな。自分たちで行こうって考えよう、まあもうちょっと減らしてみようって言ってる時もあるけど、どうしてもっていう時もあるよな。だけどこれずっと続いてるの今最近。まあそうですね。だけど誰もやっぱそういう不満持ってないと思うんですよ。まあ、もう遅くなっても嫌だみたいな。はい、ベトナム人はやっぱ分からんですけど、うん、ご飯が遅いとか、うん、だけど日本人はとも誰一人持ってないの。あ、本当？なんで？やっぱみんな好きだから、ね、仕事。あ、自分たちで、はい、でまあ自分たちで考えるっていうのもあるしな。はい、自分たちで今こうやって作っとんだろ。そうっすね。いや、まあ今日するか明日にするか、まあ伸ばしてきゃ伸ばせるし、仕事も断ろうと思えば断れるけど、はい、まあ自分たちがどこまでも目標にして、まあ数字目標とかもまあ立てとると思うんですけど、まあそうかもしれんよな。まあアンチコメント怖がっちゃって僕何にも言えんけど、まあやっぱそれなりに成果出そうと思ったらやっぱやらなあかんけど、でもそんなこんな偉いことをなんでお前そうやり続けようって、そう言ってめちゃくちゃ給料がいいわけでもないじゃん。もう僕からしたらいいっすけどやっぱ。まあだけど若い時しか稼げんっていうのもあるな。ああ、そういうことは悩まんの？あ、全然もう、ね、悩まないです。何も考えないでいいんだよ。はい、いやいやいや、やっぱ考えます。考えるようになったんです、やっぱ。ああ、職長とかなって、まあ今いくつだ？24歳。
24、はい、もう24で偉いな、責任者ってな。でもやめようと思う？思いませんね。足場よ。ないです。で独立したいとか思う？それはよくよくあります。させんよ。はい。嘘嘘。まあでもやってみたいとは思うよな。まあ実際さ、視聴者でさ、足場やってみたいとか、まあ足場やってますとか、まあいろんなコメントもらえるけど、足場って結構人気じゃん。でも実際このこれから足場やるやつに何か言ってあるとしたら何がある？やめた方がいいよって。俺なんか、俺はインスタ来ると足場やろうと思ってるんですけど、どう思いますか？やめた方がいいと思うよって。他にやれることがあるなら、あ、それしかねえならやった方がいい。俺はもう別にこれしかなかったよ、これやってここまで来たけど、別に後悔はしてないし、全然俺はね。でお前らはどうなのかなとは思うんだけど、趣味みたいにならんと続けれんと思うんですよ、やっぱ。ああ、そういうことな。僕好きだもんね、やっぱ足場が。まあそうだよな。まあ他の会社で残業ないとかも聞くしな、残業代がないとかな、はい、うん、聞くし、まあいい会社ばっかじゃないからね。で先輩とかと 2,3 人でやってる会社なんかもっと厳しいしな、有給だなんだっていうのもないだろうし、まあ好きだでやれる、はい、もうね、まあ、まあ仲間も好きだし。そうですね。いて日本人何人だ？ 7,8 人ぐらい。そのぐらい今は6人。6人か、はい。であとは実習生ベトナムが10何人？11です。11人で日本人は多いからね、ベトナム人の方が。あ、実際は何？お前何、この仕事やる前はその塗装やってたわけじゃん、はい。で実際に他の仕事を何、その前は何かやってた？何もやってないです、やっぱ。嘘でもつけ。もう会社辞めてもまた足場やる？もし俺が会社潰れたらどうする？あ、ついてきます。あ、ついてきます。いや、ついてこないと思う。給料払えばやめて、消えてほしい、はい。そう、本当。あ、でもこんな、まあ、実態はこうですよ。まあ本当に、まあこれね、叩かれる面もあると思うけど、まあ自分たちで好きにやればいいっていうのは無責任な言葉かもしれんけど、まあただ人がついてこないんや意味だよな、はい。実習生が文句言うとか、まあうちは文句言える仕組みがついてるっていうかな、意見言えるルートを作って、まあダメな時ってもう文句ばっかり出てる時あるもんな、はい。6時7時のみんな文句言ってる時もあるしな。そうですよ。逆に今すごいいいチームやっとんだ今は。もう多分なんかある、他にこの視聴者に、あのアンチコメントばっか言う、こんなねクソみたいな仕事だっていう人たちに向かってある？アホだと思うんですけど。そうやって言ってるやつが、はい。まあ、好き なんで、え、なんですかね、バカだと思うんですよ。なんでネットヤンキーみたいじゃないですか、なんかそういう。ああ、そういうことな。あ、買い取るやつだな。買い取るやつ、このカメラの後ろのこいつみたいなやつだ。じゃないけど、まあさ、まあ言いたいのも分かるかもしれない。で、頭いい人がよくこんな仕事に掴んでよかったとか、なんだかこうとか勉強しててよかったとか言うけど、まあ俺はそれ分からん、本当に分からんけど、まあ楽しそうにやってることは確かだと思う。まあ大企業に入って給料はいいね、だけどなんか何やとかわからんみたいな、ね、楽しくない、毎日朝起きるのが嫌だ、早く家帰りたいってやってやっとるのがいいのか、こうやって一生懸命やって20、ね、代後半で、ね、会社やっていく子もおれば大成功してね。俺はもう自由だと思うの、会社って。みんなね、それは別に自分たちが決めることだもんね。別に誰が止められることでもないし、俺が止めることでもないもんね。もう俺もあんま止めんだけど、まあ、ただ通帳見てシッ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 と笑ってるけど、まあ、ちょっと今日あんま笑えんねんかな、俺歯が痛ってもんね。本当にね、足場はまあ本当大変な仕事だと思います。で、まあ皆さん見とって、まあ俺はね、まあ、こういうアドバイスするのも足場のやってる人たちに知ってたけど、他の仕事でやれることがあるならやった方がいいと思う。ただ本当にやっぱこれが好きだとか、まあ自分に向いてるとか、まあこういう言い方すると、まあ俺も同じ人種だで、あの、まあ怒らずに聞いてほしいけど、足場屋さんやってる人はあんま頭使わねえんだな。まあもちろん使うよ。俺もいろんなことを使って、経営者としてとかさ、リーダーとしてとか段取りとかいろんなことを覚えてったら、まあいろんなことを使わなあかんと思うんですけど、で、俺はまあそういう仕事がすごい好きで、こうやって、俺も16から職人やって、こうやって今があって、で、こうやってね、人に恵まれとかで会社が大きくなってきとるんで、俺はそれがいいか悪いかわからんし、うん、まあそういう子たちもおるじゃん。中学校ね、でちょっと不良になっちゃって仕事できんかった子たちもおるけど、まあでも、そういうやつらにもチャンスがあるとかさ、夢があるとは思うんだよね、俺こういう業界って。そうですね、うん、やれやっただけ金もらえるし、やっぱね、年じゃないもんな、やったらやったら給料も上がっていくし、具合ではないけどね、うちは。でも評価はしとるもんね。まあそういう業界なんで、まあ俺はいいと思う。こいつなんかほんと恥ずかしがりだしな、うちの足場の職人結構恥ずかしがりでしゃべらないやつ、寺ぐらいだからよくしゃべる、うん。まあそんな感じです。皆さん、まあ今日勉強になったかどうかわからんけど、まあこういう業界やってみたいなと思うんだったら、また声かけてください。あ、求人道場、ちょっとまあ宣伝になりますけど、求人道場ってやってて、あの
今ねもう100何社超えてきて、あの今すごい1日2社3社と登録しとるんで、ぜひあの求人出してください。ほんでね、もう今俺今日確認したけど1日800人ぐらい見に来とるみたいで、まあ求人されとるかどうかがまだ今システム上ちょっと見えないんでわかんないんですけど、結構見に来てるみたいなんで、ぜひまだ今1000社までか、1000社まではまず無料で出しますっていうのを決めとるんで、あのぜひ登録してやってください。はい、まだねー。